分厚い装甲などによって固く守られた頑丈な戦闘装甲車両、戦車。戦車は陸戦の王者とも言われていますが、自国で戦車の開発と生産ができる国家は10に満たないと言われ、強力な防御力を持たせるために、装甲はどんどん厚く、そして重くなっており、欧米の最新戦車に至っては、その重量が70トンにも達するものも存在します。よって、重量増加による防御力の向上はすでに限界を迎えたと言われており、現代では既存の装甲に依存しない防御力の向上が模索されています。今回は、そんな戦車の防御力に焦点を当て、防御力の高い世界の戦車、10戦、完全版をお送りします。まず最初は、中東最強の軍事国家、イスラエルが誇るメルカバマーク4です。イスラエルのような小国においては、戦闘で多くの死傷者を出すことは国家の存亡に直結する、という危機感のもと、人命第一で設計されたのがメルカバです。その思想が端的に現れているのがエンジンの搭載位置で、他国の戦車はエンジンを後部に配置しているのに対し、メルカバではエンジンが前部に配置されています。これは、戦闘で被弾しやすい前面にエンジンを配置することで、被弾時に走行不能になる代わりに、エンジンが走行の一部として機能することで、乗員区画の安全性を最優先とした設計となります。また、メルカバマーク4の特徴として、トロフィーと呼ばれるアクティブ防護システムを全車両に搭載予定で、トロフィーは、対戦車ミサイルなどの接近を、前後左右4つのパネルアンテナで全周囲を警戒し、飛翔体の接近を探知した際には、自動的に散弾が発射されて弾幕を張り、迎撃、破壊するというシステムです。2014年のガザ紛争では、トロフィーを搭載したメルカバが、数十回にわたり対戦車ミサイルや RPG を迎撃していることから、実戦でも高い防御性が実証されているようです。続いてはイギリスのチャレンジャー2です。本車両は、当時の主力戦車であるチャレンジャー1に代わる次期主力戦車として独自に開発され、砲塔も再設計されたことで装甲の自由度が増し、金属にセラミックを挟み込んだ複合装甲の一種である、第二世代のチョバム装甲で保護されています。また、これまでに防御力の強化が段階的に行われており、車体前面と側面には爆発反応装甲を、車体後部にはスラットアーマーを装着するのが標準的となっています。このように、本車両は防御力が高い戦車として評価されており、過去のイラク戦争では、近距離から14発の対戦車ロケット弾と対戦車ミサイルが直撃してもなお、乗員に被害がなかったことから、高い防御力を持つとされています。ただし、当たりどころによっては装甲の弱い部分を貫かれて、乗員が負傷した例もあるため、装甲のアップグレードやアクティブ防護システムなども搭載した、チャレンジャー3へと更新されていく予定で、その後2040年まで使用され続けるとのことです。続いてフランスのルクレールです。ルクレールは、その登場時点でアメリカの主力戦車、M1A2 エイブラムスをしのぐ高性能で、攻撃能力については世界最高水準の戦車と言われていますが、防御力についても平均以上の性能を持っており、車体前面及び砲塔前面には、モジュール化したセラミックの複合装甲が使われています。車体及び砲塔自体は防弾鋼板を組み合わせて作り、外壁と内壁の間に複合装甲を収める形となっています。これに加えてガリックス戦闘車両防護システム、というソフトキルの防御装置も搭載しており、これは、単一の発射装置から様々な種類の弾体を発射し、車両を防御するもので、車体の左右9発ずつ、計18発の弾体を装填可能となっています。この発射口は少しずつ角度を変えて埋め込まれており、使用できる弾種は、赤外線遮断効果のある空中破裂型発煙弾や、赤外線誘導ミサイルを欺瞞するための赤外線フレア、おとり弾、の他に、接近してきた敵歩兵を妨害するため、
空中で炸裂する敵弾も発射可能で、シチュエーションによって様々な選択肢を選べるようになっています。また、本車両はデータリンクの充実や GPS の導入を早くに行っており、戦車の一番の脅威と言っても過言ではない、同士討ちを防ぐ運用を可能としました。続いてこちらも有名な戦車、ドイツのレオパルドです。レオパルドは、欧州向けに広く輸出されたことから欧州標準戦車とも呼ばれ、初期バージョンが1979年に納品されてから、これまでに何度も近代化が実施され、現在の最新バージョンは、レオパルド 2A7V となっています。少し前までのレオパルド 2A4 までの車両は、砲塔正面装甲が垂直面で構成されており、被弾軽視が全く考慮されていないなどと揶揄されることもありましたが、レオパルト 2A5 からは、隔壁装甲あるいはくさび装甲と呼ばれるくさび型の空間装甲が追加されています。レオパルト 2A4 の装甲の最大物理圧は800ミリとも言われ、2A5 以降のモデルでは、くさび型の装甲モジュールによって厚さが1500ミリとも言われており、単純な物理的防御力の高さが伺えます。これに加えて、前述のイスラエルのアクティブ防護システム、トロフィーを取得することにも合意したため、さらなる防御力の向上が期待されています。続いては言わずと知れた M1A2 エイブラムスです。これはアメリカ陸軍の主力戦車であり、初期の M1 から現在に至るまでに1万両以上が生産されました。M1 の最新型である M1A2SEPV3 は第 3.5 世代主力戦車に分類され、重量が74トンもあるヘビー級の戦車で、装甲が最も厚いと言われる砲塔前面は、被弾軽視を考慮して傾斜を施した平面で構成されています。装甲の素材には劣化ウランプレートを採用しており、重金属であるタングステンや、劣化ウランを砲弾に使用した APFSDS 弾すら防御するとされています。また、海兵隊所属の一部の M1A2 には、前述したイスラエルのアクティブ防護システム、トロフィーが搭載されており、被弾するリスクそのものを低減しています。この M1 エイブラムスですが、最新の発展型であるエイブラムス X が先日公開されており、軽量化やハイブリッドエンジンの搭載など、SEPV4 とともにまだまだ進化しそうです。さて、これまで紹介した欧米とイスラエルの戦車は、通常では一つのタイプの戦車をアップグレードし続けることで、何十年もの間、主力戦車として運用されるのが普通ですが、アップグレードの過程でどんどんと重量が増し、現在では70トン前後の戦車も多くなっています。まあ M1A2 エイブラムスについては、装甲として非常に重い金属である劣化ウランを使用するなど、重くなるべくしてなっているわけですが、劣化ウランはもともとが核燃料製造時の廃棄物であり、原材料のコスト面で有利な反面、被弾した際に飛散する劣化ウランの破片が、健康被害をもたらす可能性も指摘されており、どっちもどっち、という感じ。まず最初は中国発の西側様式を取り入れた戦車、99式です。99式は、欧州の技術が多く取り込まれ、独自開発のレーザー誘導兵器及び、レーザー検知式アクティブ防護システムも導入するなど、従来の中国人民解放軍の戦車とは異なる外観を持った第3世代戦車です。砲塔にはレオパルドのようなくさび型の増加装甲が取り付けられており、この増加装甲は爆発反応装甲と複合装甲を組み合わせた装甲の一種とみられます。開発時の高単性試験では、現在主流となっている戦車砲、APFSDS 弾を車体前面装甲20発以上打ち込んだものの、貫通することができなかったとのことで、攻撃を受けやすい前面については西側に劣らない装甲を有している可能性もあります。本車両の最大の特徴は、JD3 と呼ばれる中国軍独自のアクティブ防護システムで、これを砲塔上面左側の、砲主用ハッチ後方に搭載しています。このシステムは、
敵車両や対戦車ミサイル発射機、対戦車ヘリコプターなどからの即挙、照準レーザーを検知して警告を発し、敵に対して撹乱レーザーを発することで攻撃を防ぐシステムです。基本的には気破壊性のソフトキル装置ですが、レーザーの出力を上げることで、敵照準装置の破壊や、敵搭乗員を失明させることも可能とも言われていますが、確かなことは不明。続いては、ロシアの次世代装甲戦闘車両シリーズ、アルマータの一つ、T-14 です。これは、旧式化が進んだロシアの戦闘車両を、新しいコンセプトの下で共通開発し、4つの共通車体によるファミリー化を図るというもので、アルマータとはその中の早期式重量プラットフォームのタイプとなります。この T-14 ですが、ロシアにしては生存性がかなり重視されており、砲塔は無人化され、3人の乗員は車体全部にある堅牢な装甲カプセル内に搭乗します。また、シャーシと砲塔の両方に、爆発反応装甲、マラヒートが装備されています。爆発反応装甲は、近年主流の砲弾である APFSDS 弾を防ぐ効果がない、とも言われますが、マラヒートは二重爆発反応装甲となっており、APFSDS 弾やジャベリン対戦車ミサイルに対する防御力も持つとのことです。それに加えて、砲塔にアフガニトと呼ばれるハードキルタイプのアクティブ防護システムを装備し、砲塔側面の下部に固定式の発射機から迎撃隊を発射、条件が揃えば APFSDS 弾も迎撃可能とのことです。ただし、迎撃弾発射機が前方方向に固定で埋め込まれているので、迎撃範囲は砲塔の前半分に限られると思われます。あとはこれとは別に砲塔の上部左右にソフトキルタイプのアクティブ防護システムを持ち、煙幕弾の発射で敵ミサイルを撹乱します。また、アイサレーダーと機関銃のシステムが飛来する敵のミサイルを自動追尾し、迎撃することも可能とのこと。まあ簡易的なファランクスのようなものでしょうか。とこのように、T-14 はこれまでのロシア戦車とは一線を画す装備を持っていることから、ロシアでは第4世代主力戦車、という言い方をされています。続いて最近輸出が絶好調らしいお隣の国の戦車、K2 です。その重量は約55トンと、欧米の主力戦車が60から70トンであることを考えると、比較的軽量級の戦車と言えるかもしれません。本車両の車体前面及び砲塔前面の装甲は、ファインセラミックスの中で高い高度を誇る、単化軽装を使用したモジュール型の複合装甲を装備しているとのことで、さらに車体前面右側の車体弾薬庫上面と、砲塔上部と側面、搭乗ハッチ上には、爆発反応装甲も装備されるようです。また、ソフトキルタイプの防御装置として、多目的弾発射機が砲塔前面に装備されています。さらに輸出向けとして、国産のアクティブ防護システム、KAPS、サウスコリアンアクティブプロテクションシステムも装備可能とのことです。KAPS は、150メートル先から飛来する発射体を 0.2 から 0.3 秒で検出し、敵の発射物を捕捉した後、ターゲットの7から22メートルの距離で爆発する迎撃弾を発射、ターゲットを命中コースから外すことを目的とした APS のようです。ただ、7から22メートルの距離で爆発って、仮に22メートルだとしたら迎撃効果は薄いような。ちなみに本車両の開発では一悶着あり、エンジンを含むパワーパックの自国開発を断念し、一部をドイツ製で補うことで安定を得て、現在では他国に輸出できるまでになったようですが、APS、アクティブプロテクションシステム、まで開発していたとはちょっと驚きです。参考にしたのはイスラエルの APS、アイアンフィストあたりでしょうか。続いては、砂漠のフェラーリの異名を持つインドのアージュンです。アージュンは、レオパルト2を開発した企業の設計支援を受けたこともあり、オーソドックスな第3世代戦車に仕上がった印象です。
装甲はインドが独自に開発した複合装甲、カンチャンアーマーを装備し、これは、異なる材質の複数の層からなる非爆発性の装甲で、側面は着脱式モジュール構造となっています。このカンチャンアーマーですが、試験においてロシア製の 125mm 滑降砲や、イスラエル製の 120mm 滑降砲から発射された、APFSDS 弾、ヒート弾などに対して、直撃した場合でもその防御能力が確認されています。このように対弾試験の詳細を公表する国は極めて珍しいですね。ちなみにこのアージュン、砲塔はレオパルト 2A4 や90式のような垂直面が多用されており、被弾軽視が全く考慮されていないなどと揶揄されることもありましたが、現在では、被弾軽視は APFSDS 弾にはほとんど効果がないとされているので、これはこれで見た目が武骨で良い感じ。また、インドではアージュンの更新版であるアージュンマーク2へのアップデートも計画されており、砲塔への爆発反応装甲の装着や、レーザー警告装置が追加されるようです。さて、最後はいろいろと賛否がある陸上自衛隊の最新戦車、ひとまる式です。ひとまる式は、その全備重量が50トンにも満たず、世界では最軽量の第 3.5 世代主力戦車です。これは、日本国内の事情に合わせて軽量化を最優先で開発したため、なるべくしてなったわけですが、そんな軽い戦車の防御性能については批判的な意見もあります。基本的にその装甲には複合装甲が使用されていますが、それ以外にも三菱が開発した、結晶有微細化防弾鋼板、というものが使用されており、これは、鋼板内の結晶有を1ミクロン以下に微細化することで、結晶融解の面積を増大させて、被弾時の応力を分散させるそうです。また、場所によっては爆発反応装甲や複数種類の増加装甲が装着可能となっていますが、それらがフル装備された状態で公開されたことがないため、どのような外観なのかは不明。その他の防護システムとしては、レーザー検知器と連動した発煙弾発射装置くらいです。ひとまる式は、全備重量が90式より 10% 以上軽くなったとされており、それだけに90式の方が防御力は高いのでは、との疑問も一部で出ていますが、装備する装甲に限って言えば、ひとまる式の方が重量が増しています。また、そもそも現代では新素材の開発によって、重さが防御力と比例しないケースも多いため、軽いから脆い、とは単純に言い切れないかと思います。さて、ここまで10種類の戦車の防御力を見てきましたが、冒頭で述べた通り、これらの主力戦車の重量は、重いものだと70トン前後となっており、兵器運用上、もうこれ以上は増やせない限界まで来たと言われています。そのため、性能向上に伴う重量増加はこれ以上は許容できないため、重量増加以外の方法による性能向上が模索されており、新素材の開発や砲塔の小型ステルス化、アクティブ防護システムの標準装備、無人化など、将来的にはこのような能力を持った戦車が、第4世代の称号を得ることになるのかもしれません。それではこれで、防御力の高い戦車10戦は終了です。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、新作動画をお知らせする、ベルマーク、のポチをお願いします。